では、時間になりましたので第8回目の、計算解析特論 A を始めていきたいと思います。今日は、東大部政研の渡辺先生の方から高速チューニングの、とその関連技術ということで講義をしていただきます。ではよろしくお願いします。ありがとうございます。声通ってますかね。部政研の渡辺です。多地点配信講義は14地点につないでるとかいうので、それでライブ配信しててすごいですね。もっと近いですか。それで14地点に配信講義ライブ配信するっていう、その近未来の講義のために僕片道4時間かけてきて、1時間半講義して4時間かけて帰るっていう、その近未来なんだか前時代なんかよく分かんない感じですけど、今週と来週の2回、お付き合いいただければと思います。ですね、簡単に自己紹介だけさせていただきたいと思いますね。自己紹介って言っても、部屋に学生が一人しかいないんで、ちょっと悲しいんですけど。僕がプログラム、だからこれからこの、なんか高速化とかチューニングとか偉そうに喋る人が、どういうことをやってきたのかっていうことを説明します。プログラムを始めたのは、小学校の時ですね。PC98 マネージ F っていうのをお下がりでもらって、ベーシックから始めました。でそこから中学校高校でクイックベーシックとアセンブラやったのはほとんど友達ですけど、 MS-DOS のゲームをいくつか作りましたね。で大学に行ってから C++ を覚えて、その時ボーランド C++ ビルダーっていうビジュアル C のボール、なんか似たようなのがあって、これで Windows のソフトをたくさん作れるようになりました。でそこからいくつかゲームとかいろいろ作ったんですね。で大学から、大学院に行ってから数値シミュレーションの研究室に入ったので、ここからシミュレーションと、あと並列化を少しずつ始めます。その時はまだ単純並列ですけど。で名古屋大学に行ってアクションスクリプトっていうのを覚えて、当時フラッシュ職人っていうのが結構流行って、ちょっと前から流行ってたんですけど、フラッシュのゲームとかなんかそういうのが流行ってて、フラッシュやりたいなと思ってたんですけど、最初にそのフラッシュってアクションスクリプト 1.0 とかっていうのはほとんどマクロに毛が生えたようなんです。これすごい難しかったんですね。それなんかすごいもん。アクションスクリプト 3.0 になって、これがすごい真っ当なプログラミング言語になったんで、これができそうだっていうんで、それでゲームとか、就職してから。そこから情報基盤センターに移りまして、でようやく非締め並列を始めました。で、物質系に移って、なんか大規模分子取り学法で、そういう分子取り学法とかやってるんですけど、人間以外で作ったものはまず MS-DOS はゲーム作りましたね。ドラクエ型の RPG を1個作りましたね。対戦アクションゲーム、これも作りましたね。これはASCII というゲームところの会社のですね、プログラミングコンテストというところに応募したんですけど、大賞を取ったら1000万っていうの、なんかすごいですね。だから高校時代それ1000万だっていうので出したんですけど、全然かすりもしなくて、でもこれ結局1000万取ったの。これ買いますね。聞こえますかね。ちょっと少し近めでお送りしております。ASCII のその1000万のゲーム、対象を取ったのは高校生が作ったゲームで、何だったかな、RPG スクールかなんかで作って1000万取って、これ将来狂うんじゃないかと思ってたんですけど、後で調べてみたらちゃんとゲームクリエイターになったみたいですね。でダンジョン RPG って、これは卒業制作で作ったんですけど、高校の、敵が全部これ先生なんですね。先生が出てきて、ヒットポイントが知力で、先生が講義をすると知力が下がるので、それに対してこう内職とかで対抗するっていう、そういうゲームでした。今でもその母校にあるという噂ですけど、で Windows に入ってからゲームいくつか作りましたね。であとパズルゲームとかアクションゲームとか、あとスクリプト言語の統合環境っていうのが、これ多分一番使われたやつだと思いますね。数万のオーダーで多分ユーザーがいたんだと思います。である大学のなんか、端末に標準でインストールされているという噂も聞きました。R とかそういうものをドスマドを使わずに使うための統合環境です。あとメールを作るゲームとか、ゲームじゃない、ツールとか作って、これは漫画の裏表紙に使わせてくださいとかいうのがあって、でどういうことかというと、漫画のめくった裏表紙にですね、なんか迷路があってですね、
それを解くとその漫画のキャラクターが絵として浮かび上がるっていうのを作ったんだそうです、ね、憲法がなかったんで自分で買いました。あと量子計算シミュレーターっていうのを作りましたね。これはあのミトーソフトウェアっていう創造事業っていうのに採択されて作ったものですね。これも割と最近引き合いがありますね。海外の人からインドとかからこれどうやって使うんだっていうのが来たりします。ブラシでもなんかいろいろ作りました。何の話でしたっけ。いやスパコン、いや気がついてみたら僕は割と研究人生スパコンと一緒に生きてきたなという感じで、ドクターの時にようやくスパコンをちゃんと使い出して、それが物性研の SGI、 これはMIPSっていう石でしたね。で、その後筑波大の CPPACS っていうのを使いましたね。でこれで、この2つで理論を書きました。で2003年に幸運にも地球シミュレーター、当時圧倒的な世界一のスパコンですね、これのアカウントを手に入れることができまして、で僕すごいこれ気合い入ってたんですけど、赤で書いてありますけど、これ D3 の時でですね、当時地球シミュレーターって鎖国をしてまして、オンラインで使うことができなかったんです。今はできるんですよ。今 ES2、 最近 ES シミュレーター3、3、3がなんかアナウンスされましたけど、当時の ES 初代無印の地球シミュレーターはログインするためには現地に行かなきゃいけなかった。で当時の大学からその地球シミュレーターのある新杉田まで1時間半ぐらいかかったんですかね、往復3時間ぐらい D 論書きながら地球シミュレーターを使うっていうのは、まあ、無理でした。全然無理でした。というわけで全然地球シミュレーター、当時の国策スパコンというか世界1位のスパコンを使う機会があったのに僕は使えなかったんですね。それが僕すっごい心残りで、いつか次の国策スパコンが来たらそれは絶対に使ってやるんだという思いをここで強い思いを抱いたわけですね。その後卒業してからすぐ名古屋大学に行って、でまあしょぼしょぼと物性研の SGI とかこれがアイタニウム2ですね、の石とかが載ったやつですけど、これを使って研究してたんですけど、その後ちょっと別の大規模計算プロジェクトが立ち上がって、それでちょっと東京戻ってこないかと言われたので情報基盤センターに移りました。でそこで大規模な計算を本気で目指すことにします。で旧大のこれ SR の42、これフルノードですね。フルノードか、核融合圏のこれも多分フルノードだと思うんですけど、25テラフロップス、77テラフロップスとこう徐々に計算規模を大きくしていって、で物性研に移ってからも180テラフロップスの SGI のマシンであるとか、あと情報基盤センターの FX10、 これが確か1ペタですね、1ペタフルに使うことができました。で2014年になってようやく理研の K コンピューターを10ペタフロップス丸々で使うという機会に恵まれました。地球シミュレーターの時から実に11年かかってるわけですね。そのもうちょっと何とかしてほしい感がありますよね。そのオリンピック並みに、せめてオリンピック並みにこうなんかそういうのが来ないとちょっと技術との継承とかないんじゃないかと思うんですけど、まあ、とにかく D さんの時の挫折でもないですけど、その悔しさをなんとか11年越しに晴らすことができてよかったなという話です。何の話でしたっけ。本講義の目的ですけども、本講義、世の中にほとんど特にプログラマーですけど2つのグループに分類されます。一般人とオーディナリーの方の一般人と、逸脱する方のエクストラオーディナリーの方の一般人ですね。これ昔は廃人とか言ったんですけど、最近では人外っていうらしいですね。人にあらず、もう廃人は人ですけども、人外は人じゃないんですね。もう廃人で有名なのはもう皆さん知らないかもしれないウィニーってご存知ですかね。47市のウィニーさん、ウィニーさんじゃなかった、47市の金子さん、もう亡くなられましたね。金子さんがその廃人に近い人で、ご存知ですかね。ファイル共有ソフトを作った人ですけど、その人すごいプログラムが強くてですね、強いっていうかなんか没入してるんですね。介護用のベッドに寝てるんですよ。で介護用のベッドってここにそのなんかご飯食べるためのトレイがあるじゃないですか。そこに端末があるんですね。でそこでわーってやって疲れたらそのまま気絶するようになる。で寝て起きたらカチッとやるとウィーンって起きるから、それでまたバーってやるわけですね。いつご飯食ってるのかって感じなんですけども、そんな風にして作られた、そういう人がやっぱりいるわけですね。そういうのが廃人ですね。あと人外っていうのはとても人間とは思えないような行動を書いてくる人ですね。だから
コンパイラーも結構非人間的なコードを書いてくるんですけども、そのコンパイラーの出すコードをこれアホだからとか言ってもう使わずに自分で書いちゃうみたいな人が本当にすごいのがいるんですね。何の話だっけ。そういう逸脱する方の人は多分この講義を聞いてないはずなんですね。なというわけで本講義の対象は普通の人です。一般人に対して、でどういうことをしていただきたいかというと、今後一般人の作業時間、皆さんのこの講義を聞いた人の作業時間の短縮を目的といたします。これ僕常々言ってることなんですけども、人間を一箇所にまとめてある程度の時間拘束したらそれなりの責務を負うわけです。例えばその50人集めてですね、1時間の会議とかをしたら延べ50時間でも集まったり資料の準備とかあるから100時間以上の時間を浪費しているわけです。したがってその会議というのは100時間以上のバリューを満たさなければ人の時間を無駄に費やしているわけですね。これ僕は緩慢な殺人とよく呼んでおります。人の時間を全て奪うのが殺人であれば、部分的に奪うのは緩慢というのは殺人です。なので自分の首絞めるかもしれないですけど、何十人とか集めてクソ講義をしたらそれはやっぱりなんかやっぱちょっとだけ人を殺してるわけですね。それはやっぱりいかんわけです。というわけで本講義の目的はそれを上回る、バリューを生み出すことですけども、講義のバリューの出し方っていうのはいろいろあると思いますが、今後の皆さんのこの講義を聞いた皆さんの人生の無駄な時間を合計で1000時間以上、浮かすことをこの講義の目的といたします。この講義を聞かなかった時に費やしたであろう無駄な時間を聞いて省けた時間が合計で1000時間以上あったらこの講義は成功だと思ってください。で、今週と来週からの講義をいたしますけれども、そのバリューのほとんどは今週生み出されると思ってください。来週はチューニングを真面目にやりますけど、そのチューニングってほとんど皆さんの時間を浮かさないんですね。だから今日の話で、浮かすと思ってください。そんなつもりで聞いていただければと思います。で、チューニングの話をする前に、今週はチューニングの話をいたしません。その前にやるべきことを考えます。で、チューニングには法則があるんですね。最適化の第一法則っていうのがあって、これ、有名なんですけど、するな、最適化の法則はしてはいけない。で、最適化の第二法則、最適化のするなっていうのを守った人に対して上級者限定のがあって、まだするなっていうのがあって、これはマイケル・ジャクソンはキングオブポップじゃない方の有名な計算学者だそうですけど、僕知らなかったです。僕カーニハン・リッチとかそのあたりだと思ってたんですけど、マイケル・ジャクソンという人が考えた標語だそうです。で、もう一つ標語があってですね、その足が速いからといって良いサッカー選手になれるとは限らないって、これ2012年渡辺って書いてありますけど、これ僕の言葉なんですけど、速いことは武器なんですけど、足が速いっていうだけじゃないんですよ。やっぱりプログラムが速いっていうのは武器ですけど、やっぱりサッカー選手って点を取ったり防いだりしないと意味がないわけでしょ。それと同じように、いかにその最終的な目標につないでいけるかというのが大事なのであって、その手段の一つがあくまで足が速いとか、プログラムが速いとか、そういったものだと思ってください。で、最適化をこれからするわけですけども、最適化の目的は当然のことながらプログラムの実行時間を短くするためです。で、プログラムの実行時間をなぜ短くしたいかというと、それは計算結果を早く手に入れるためですね。で、さらに考えて、計算結果をなぜ早く手に入れたいかというと、科学技術においては論文を早く書くためです。ここの講義聞いてる人はほとんど科学技術のためだと思ってますけども、別のもちろん理由もあるんですよ。例えば最近だとソーシャルゲームのバックエンドなんかが割と高速化が重要で、あとツイッターとかも全部そうですね。後ろがカスだとやっぱりもう全然回んないんですね。ある程度以上のマッシブなオンラインゲームっていうのは後ろがちゃんとチューニングされてないと回りません。で、回らないとどうなるかっていうと炎上するわけですけど、最近ではあんま炎上してるプロジェクトないですけど、だいぶ枯れてきたんで。何の話でしたっけ。で、とにかく論文を早く書くというのがゴールです。で、大事なのはその目標からブレてはならないということです。で、最適化並列化をする際には必ずいつまでに論文を書くということをデッドラインを決めて、そのから逆算して行動を起こしてください。だらだらと最適化にこだわってはいけません。それで、これも分野によるんですけど、年に2編ぐらい論文書いてくださいっていうのが多分一般的なあれだと思います。そうすると半年で一つの研究が完結しなきゃならないわけですね。で、なんか研究しましょうと思ったらまず調査するんでしょうね。
先行研究の調査とかやったり、計算手法についての調査やって、よしじゃあこういう研究をしようと思って開発するわけですね。プログラムの開発でほとんど既存のプログラムそのままではやっぱり新しい研究になりませんので、新しく書き起こすか、先輩からもらったプログラムを書き直すか、自分でのプログラムに追加していくわけですけども、それをまあやってさらに計算するので、まあ大体4ヶ月くらいかけるでしょう。で結果が出たらまあ解析して論文書いて、投稿して、そこまでで半年というスパンが終わるわけですけれども、その実態はですね、実は開発の時間はほとんどがデバッグに占められています。これ有名な話ですけれども、プログラムっていうのはできる人とできない人で桁で生産性が違います。100倍とか軽く超えてきます。同じ時間かけるとか同じ機能を実現するのに、できる人とできない人で本当に100倍かけ値なしに100倍以上の時間の差が出てきます。でその差はどこから来るかっていうと、実は知識とかまして聞いたちの速さではなくてですね、ほとんどがデバッグ時間です。コードの初心者であればあるほどプログラムの開発の時間はほとんどが、デバッグで占められています。でプログラムはちゃんと早く書ける人というのはデバッグの時間がほとんどありません。デバッグのバグが入れないプログラムっていうのはそもそもバグが出ないように書いてるし、バグが出た時にすぐにバグを潰せるような構造になってるんですね。なのでデバッグの時間が短くなるわけです。でここで大事なポイントは、コードそのものの高速化っていうのは研究時間の短縮にさほど寄与しないんです、ほとんどの場合において。ちゃんとアンケートを取ったわけじゃないんですけど、多くの計算物理学者が、自分が待てる時間っていうのが大体1ヶ月だと答えています。計算を投げ始めてから結果がまとまるまでの時間が1ヶ月ぐらいで、それ以上になるとそもそもその計算は今は時期尚早ということで頭に浮かばないんですね。これは大事なことで、逆に言うと1ヶ月でできるという計算が研究の質というか枠を決めてしまっているわけです。なので大きなスパコンがあればそれだけ我々の、想像力も大きくなるんですね。だから計算科学者の想像力というのは割とスパコンの大きさで決まっているところがあります。いずれにせよスパコンがいくら大きくなってもその1ヶ月でだいたい計算結果が出るというところというのはあんまり変わりません。というわけで計算しているのは本当1ヶ月なんですよ。それを2倍早くしても2週間ぐらいしか早くならんのですね。でもデバッグってもっと時間費やしてますので、ここを早くすればすごく皆さんの時間を短縮することに寄与するということです。で、ハイテク化並列化で一番大事なことは何か、それは何はともあれバグを入れないことです。先ほども言った通り開発において最も時間のかかるプロセスというのはデバッグです。なので、でかつですね、並列プログラムのデバッグってやってみると分かりますけど本当に大変です。並列プログラムがバグっちゃうと並列プログラムって毎回走らせてもタイミングによってそのバグが出たり出なかったりするんですよ。だからデバッグの時に例えばプリント文1個入れたりしますよね。この値がおかしくないからプリント文入れました。入れたら今度通信のタイミングが変わって今度バグらなくなりましたとか、そういうことがよくあるわけですね。なので並列プログラムのデバッグっていうのはもう本当に絶望的に難しいので、そもそもどんなに時間かけても並列プログラムはバグを入れないようにプログラムを組まなければいけません。そうしないともうあとはもうデスマーあるのみですね。でデバッグってすごい、もう一つ大事なことはデバッグは仕事じゃないっていうことが大事です。デバッグってすごい時間がかかってですね、集中力も要求されるし達成感もあるんですね。バグってると絶対研究って前に進まないので、もうそれ最優先で何とかするわけです。でそれをずっと集中して、例えばもう夜中中やって朝なんとかバグが取れました、結果が治った、やったって言って外ではなんか鳥がチュンチュン鳴いてるわけです。そうするとすごい達成感があるわけですけど、これってマッチポンプじゃないですか。自分が入れたバグを自分で直しただけでしょ。だから何にも研究進んでないんですね。 できる人ってのはそもそもバグを入れないでもう早いとこ家に帰って寝て、その間ちゃんと計算が動いてるわけですね。なのでデバッグは仕事じゃないということをちゃんと肝に銘じてやってください。バグを入れるというのはダメなことです。デバッグというのは仕事ではありません。生産的な仕事ではありません。でバグがいつ入るかなんですけども、それは機能を追加したときに入ります。ほとんどの場合これです。でバグの種類なんですけども、バグは
機能を追加した直後に判明するバグ、速攻性のバグですね。なんか速攻魔法みたいなんですけども。で、もう一つは機能直後、その時には分からないんだけれども、後々になって爆発する地雷型って言われるバグ の2種類があります。で、前者はそもそもバグを入れないようにするコーディングで潰します。で、やっぱり厄介なのはあの地雷型ですね。その入れた直後には分からないんだけども、後で問題として発覚するようなバグ。これはあのどうやってやるかというのはいろんな方法論があるんですけども、ここではあの一つ簡単な方法、ソートディフデバッグという方法じゃなくて、何だったかな。まあいいや、一つ方法な簡単な方法を、説明しようと思います。まずはバグを入れないコーディングから。バグを入れないコーディングっていろいろあるんですけども、あのやっぱりデバッグの基本ってプリント文デバッグなんですね。とにかくプリント文をどんどん入れていく。で、いろんなデバッグの方法っていろいろあるんですけど、そのテストとかユニットテストとか、もうググるといくらでも出てくるんですが、まあ、特に基本的なのはやっぱり以下の2つですね。単体テストとソートディフデバッグというやつです。この2つはもう必ず覚えてください。で、単体テストというのは、あのテスト、いわゆるホワイトボックステストの一種なんですけども、テストしようとしている部分だけを切り出すことです。で、その部分だけでコンパイルして、動作するような最低限のインターフェースをつけて、で、あの何か機能追加、もしくは最適化、並列化する前と後で、あの結果が変わらないということを確認していくということです。で、ものすごく大事なのは、本番環境でテストしたり、本番環境にいきなりあの機能を追加してはいけません。本番環境っていろんなモジュールが相互作用しているので、何か問題を起こしたときに、どれが問題を起こしたのかがよく分からなくなります。で、これやってみると分かるんですけど、その部分だけコンパイルするようにしたり、最低限のインターフェースをつけたりするのって結構めんどくさいので、すぐにその本番環境でちょっと変えたくなるんですけども、結局それは後であの自分の首を絞めるので、ちゃんと切り出して、そこだけデバッグ、あの機能追加でデバッグしていくということを地道にやっていかなければいけません。これができるかできないかというのが、その本当に100倍かどうか分かりませんけども、ちゃんとしたプログラマーと初心者プログラマーの違いだと思いますね。で、もう一つのソートディフデバッグっていうのはプリント文デバッグの一種です。あのプリント、あの最近いろんなデバッグの方法、賢いデバッグの方法があってですね、あのこれは古いって言われてますけども、やっぱりこれ古典ですね。デバッグ方法の古典です。そのプリント文をどんどん入れていく方法です。で、大事なのは、ソートディフデバッグっていう名前の由来はですね、出力情報を保存しておいて、ソートしてからディフを取るという方法を取ります。で、これはあの単体、先ほど言った単体テストと組み合わせて使っていく方法です。で、これはものすごく強力なので、これをやるとやらないとでは、あの天と地ほどの違いが出ます。デバッグのコツですが、大事なのはここまでは大丈夫という砦を築きながら前に進んでいくということです。曖昧にしながら行くと、その土台が曖昧だとやっぱり後でガシャンと崩れてしまいますので、絶対大丈夫っていうこの、なんていうのかな、ベースキャンプみたいなのをちゃんと作っていって前に進んでいくというのが大事です。で、いくつかあの例を出します。僕はあの分子動力学法 の専門なので、分子動力学法 の高速化の方法をいくつかあのやりますけれども、その時にあのどうやって機能追加していくのがいいかということを説明いたします。で、分子動力学法で特にあの相互作用距離があの短距離の場合、つまりあのある程度以上の距離が離れた粒子が、相互作用しない場合には普通ペアリストというのを作ります。あのどれとどれが相互作用しているかっていうのをナイーブに検索しちゃうと N 次乗のオーダーの計算時間がかかってしまいます。これはダメなので、まず最初に、高速にオーダー N で粒子対を検索するプログラムを組んで、それで粒子のペアリストができてから確実に相互作用しているという粒子だけをあの間で力を計算するというプロセスを取ります。それでその高速な方法としてグリッド探索というのがあります。まあ、いくつか方法があるんですけども、とにかく簡単に言うと世の中をこう住所に区切るんですね。あの世の中をグリッドに切って、でそれに番地を与えるわけです。何番地、あなたは1番地にいます、あなたは2丁目にいますって言って、でそうすると、で一旦登録する、これオーダー N の手間でできます。で登録するとあの相互作用距離が近い人っていうのは、距離が近い人っていうのは必ずご近所さんなわけですね。なので1番地に住んでる人の相互作用する可能性のある
人々というのは0番地か2番地にしかいないわけです。というわけで、一旦住所登録してから住所から逆引きしてご近所さんを探しに行くという方法を取ります。これがグリッド探索で、これで流出位が相互作用しているかしていないかというのを大台のように落っことすことができます。で、これは基本なんで絶対やんなきゃいけないんですけど、これをいきなり組んだら絶対バグります。絶対バグります。特に周期境界条件とか入れると絶対バグるんですね。あとバグりポイントは何ですかね。例えばそのグリッドの長さを2とかで固定するじゃないですか。相互作用距離が2とかだからグリッド その住所で区切るのも2とかするんですけど、どうしても K のサイズを半端な距離にしたくなりますね。 10.5 とかで、こう余った時にその余りをちゃんと考えてなくてバグるってことがよくあるんですね。で、そういうのをちゃんとデバッグしましょう。で、大事なのはですね、先ほどオーダー N 法と言いました。オーダー N 事情法と言いました。これはもう全住室位についてすべて内部にチェックしちゃう方法ですけど、これは同じコンフィグレーションであればオーダー N 事情であろうと、オーダー N であろうと同じペアリストを作んなきゃいけないんです。それが大事なことです。なのでもう一つ大事なのはですね、オーダー N 事情法というのはまずバグりません。do ループを2つ回して i ループと j ループを回して、で ij 粒子 ij が距離が長かったらコンティニューで、近かったらスペアですねっていうだけなので、まあ、5行で書けるわけですね。5行で書けるプログラムなのでバグらないんです。でも、さっきのグリッド探索って少なくとも 2,30 行書かなきゃいけない。で、バグの入る可能性というのはその行数、もっと正しく言うとトークン数に比例すると言われています。なので5行のプログラムに対して例えば100行のプログラムは20倍バグりやすいわけですね。で、そこで我々はそのバグらないであろうと信じることができるオーダー N 事情のプログラムを砦として、そこをベースキャンプにして前に進むということをやります。で、手順としてはまず初期条件作成ルーチンを別に作ります。これが先ほど言ってたインターフェースです。これを手間を惜しまないんですよ。だって初期条件作成ルーチンなんてこれも10行で書けるのでちゃんと書くんです。で、ペアリスト作成ルーチンも切り出します。で、それだけでプログラムがビルドして実行できるようにします。これを単体テストと言います。で、オーダー N とオーダー N 事情のルーチンにそれぞれ同じ初期条件を与えてペアリストをダンプします。標準出力に出すだけです。で、例えばその5番と10番がペアだと分かったら若い方を先にして5、10というのをプリント文でわーっと出していくわけです。で、この方法によるとオーダー N 事情とオーダー N は順番が変わるので出てくるペアの順番は変わります。でも出てくるペア自体はアイデンティカルなはずですね。だから相当書けます。まずオーダー N 事情のコードを書いてそれを出てきた結果を相当しておきます。で、オーダー N 一乗、つまりグリッド探索をしたやつを相当かけてそれもファイルを入れておきます。で、プログラムがバグっていなければその2つは全く同じはずですから、そこで diff を取って diff この2つの結果とやって、で見ると、あ、確かに diff が取って 何も結果が変わってませんでしたということを確かめることができます。絶対にやってはいけないのは本番環境にいきなり組み込んで時間発展してエネルギーがなんか大丈夫そうだなっていうのは絶対やっちゃダメですよ。こういったマクロ量でデバッグをするというのは極めて危険です。できるだけミクロな情報でやる、マクロ量でやることをブラックボックステストと言います。で、こうやって全部の情報を全て自分が知っている情報でチェックするということをホワイトボックステストと言います。大事なのはホワイトボックステストを単体テストでやることですね。で、こんな風にソートとディフを必ず使うのでソートディフデバッグと呼ばれています。次、並列プログラムを組みましょう。で、並列プログラムを組むと通信組まなきゃいけないですね。で、2次元の場合にはなんか領域ドメイン分割した場合にはですね、周りに8つの領域がいるわけです。なので8つの領域となんか通信をやらなきゃいけない。3次元の場合には26回通信をしなければいけません。でももう少し賢い方法があってですね、一旦右に送った粒子を右の人がそのまま転送する形で上とかに送るという間接的にフォワードする方法を使うと斜めの通信を省くことができます。これによって26回必要だった通信が6回で済むようになります。だからこっちが賢い方法で上がナイーブな方法ですね。
これも例によって、ナイーブな方法っていうのはほとんどバグらないんです。バグる可能性が低い。でも、賢い方法っていうのはやっぱバグるわけですね。なので、上を砦にして、下の方法で、ね、をチェックします。で、また、あと単体テストをやるわけですね。初期条件作成ルーチンを組んで、で、通信ルーチンもちゃんと組みます。これも、ここで手間を惜しまないことが将来の時間を浮かすわけですよ。で、通信をした後に自分が担当することになっている粒子を全て出力します。ダーッと出しますね。で、ナイーブな通信、これを取り手にします。と、転送、ちゃんと転送することで通信回数を減らしたやつの両方を出しておいて、それら全ての座標が完全に一致、今回は完全に一致するわけですね。完全に一致することを確かめます。ただし、受け取る順番が変わるので、粒子の順番は変わってるわけですね。自分の中での粒子番号は変わってる。でも、座標は絶対に一致しているはずです。座標のセットは。なので、また相当するわけですね。自分の持っている粒子の、粒子の座標をわーって出したものを相当したものを保存しておく。で、もう一個の方法でやったのも保存しておく。で、すべてのプロセスについて、逐一確認、一致することを確認して、相当してディフを取って、あ、ディフが何も言わなかったねということで、次に進むことができるわけです。で、最近流行りのテスト駆動プログラミングなんていうのは、こういったテストをすべて自動で組んでおいて、メイクテストとかやると、わーってテストで OK だったら緑のラインがバーッと出るとかいう、そういう賢い方法をやることが流行ってますが、とにかくその前段階で、我々はそもそもちゃんとしたテストをやらなければテスト駆動も減ったくれもありませんので、そういうことをちゃんとやると。いうのが大事です。で、もう一つ最後の例ですかね。並列版の、リストの作成ですね。ペアリストの並列化をします。ペアリストの並列化というのは、どの粒子対が、相互作用しているかということを、なんか相互作用しているかというのを、さっきの探索ルーチンを並列化しなきゃいけないわけですね。で、それも、並列化していない場合とした場合で、同じコンフィギュレーションが与えられたら、同じペアリストを吐かなければいけないわけですね、当然のことながら。で、それがちゃんと、出しているかどうかということを確認する。さっきも言った通り、これ、だから僕がやったんですね、周期境界条件で、最初はその整数の値しかチェックしてなくて、でも圧力制御のためにちょっと中途半端な座標になるようにしたら、そこでバグったっていう苦い経験があってですね。それもひどいバグですよ。そのバグったときにですね、そのプログラムが止まってくれるバグっていうのはいいんですよ。でも止まらないんですね。ちょっとこう全体を広げたときに粒子がこう消えるわけですね。消えて端っこだけ粒子がいなくなるわけですね。そうするとプログラムは普通に動いてるんだけど、後でそのムービーを見て、僕は泡とか出すプログラムを組んでるんですけど、泡がその端っこからしか出てこないとか、ね、そういうふうにして物理的におかしいということが分かって初めて発覚するというバグ。これ軽コンピューターででっかい計算やった後でバグってましたって言ったらもう青ざめますよね。その時はちゃんと単体手元のマシンだったんでよかったんですけど、はい、何の話でしたっけ。そういう苦い経験がこういうデバッグは大事だなということを皆さんにお伝えする原動力になっております。で、大事なことは砦があります。今回は2つ砦があります。非並列版のペアリストはもうデバッグが終了しているんです。先ほどのでこれが1つの砦になります。もう1つ粒子情報の通信ルーチン、これもさっきデバッグしてますので、我々は、通信ルーチンにもバグがないと確信を持っています。いきなりいくつも機能追加してしまうと、我々そういう自信がないので、何かバグったときに、どこかな、並列版の、非並列版のペアリストがバグってるのかなとか、通信ルーチンがバグってるのかなって、いろいろ容疑者が増えてしまうわけですが、我々はソートディフデバッグのによる単体テストによって、そこはバグっていないと確信を持っています。したがって、今回の並列版の、ペアリスト作成ルーチンのみが間違っているという、間違っているとしたら、間違っているという確信ができるので、容疑者が減って、デバッグが早くなるということです。で、手順としてはですね、まあ、これまでと同じです。初期条件作成ルーチンとペアリスト作成するルーチンというのを別々に作る。で、なんかその、大事なやつってやっぱめんどくさいんですよ。大事な手間というか。その手間を一手間省くか省かないかっていうのが将来の大きな災害を防ぐっていうので、なんかそのこれやっぱりその組織の危機管理でありますよね。その
ね、いろいろ例えば放射能関連でもやっぱりそのありましたよね。バケツに入れちゃって臨界しちゃったとかあるわけですけども、そういうのはやっぱりちゃんときちんとできるかどうかっていうのが将来のディザスターを防ぐことが、防ぐために重要なことです。まあ、あとは同じです。で、並列番は、若い番号の粒子が自分の担当であるときだけダンプします。ちゃんとペアリストを作るためには、のりしろみたいのを作らなきゃいけないので、その分ペアリストが冗長になります。なので、並列番と非並列番がちゃんと同じのを吐くためには、またがってるような粒子の場合には、自分の担当に入っているやつが若い番号の粒子であるときだけ自分が吐くというようにします。そしてそれをキャットでつないで相当して、それがパラレル伝達というのが並列番で吐いた粒子ペアリストです。それとシーケンシャル、シリアルにやった場合にのやつを相当したやつが、これが完全にアイデンティカルに一致しなければなりません。していなければバグっているということです。これをちゃんとやってから次に進むということをやっていきます。バグを入れないコーディングの進めですけども、まとめます。新しい機能の追加とか高速化をやったら、その度に単体テストをします。で、単体テストというのは必要なルーティンとのみでコンパイルして実行することであって、全体のプログラムの一部のみに着目してテストすることではありません。これはもう絶対に守らなきゃいけないことです。そこだけ切り出してテストするんです。で、単体テストというのは、まずは何はともあれホワイトボックステストです。その入力から出力から全て自分が正しいと分かるようなものをちゃんとやるようにしておいて、そのミクロの情報を全てペアリストならペアリスト、コンフィギュレーションならコンフィギュレーションが正しいということを一致することを確認して、テスト完了とします。いきなり時間発展して、あ、エネルギーが保存してますねとかいうのはダメです。絶対にバグります。で、これコツはやっぱり確実にここまでは大丈夫という砦をどんどん築いていくことですね。時間はかかるけれども信用できる方法というのがあります。オーダー N 事情とかそういうので、例えばモンテカルロだったら厳密解と比較する、小さい系でしかできないけれども厳密だから、それとちゃんと一致するということを確認するということが大事です。で、もう一つ大事なのは、複数の機能を一度にテストしてはいけません。一人一人身元確認をしていって、この人は絶対に犯人ではないとホワイトリストに入れていくんですね。それをやっていければ絶対大丈夫です。で、デバッグのコツというか真髄は、入れたバグを早く取ることではなくて、そもそもバグを入れないことです。で、それが一番大事だという感じですね。休憩、こう2年もこう2年前にも同じ講義があって同じ雑談をするっていうのはあれなんですけど、研究に詰まるといろいろその現実逃避するわけですけど、その最近本当に忙しいと現実逃避もできないので、これは2年前の現実逃避の例です。人という字が、人はという字は人と人が支え合ってなんとかだっていう話は聞いたことないです。最近あんまりないです。あれ本当かなというのをチェックしてみました。人という構造物を作ってですね、どこにストレスがかかっているかを見てみるんですね。あ、これが症状です。はい、こんな感じになりました。割とやっぱりその支えてる方も辛そうなんですけど、こうわっときて止まりますね。おっとっとっと。で、辛そうな、辛いところが赤くなってます。なんか難しい。最近そのアニメーションジフにしたから、その慣れてない。よっ、止まった。よし。で、支えてる方もすごい辛そうなんですけど、支えられてる方も辛いですね。そのえぐられるような痛みと、あと背中がちょっと辛そうですね。支えられてる方も結構背中が痛い。その人と人が支え合うというのは、共に痛みを分け合うものだということがシミュレーションからも分かったということです。これもう一つそのメッセージがあってですね、これMD シミュレーションです。人という字をバッて点に分けて、それらをバネでつないで分子動力学計算をして、バネが伸びているところがとか縮んでいるところが辛いところですよね。それを可視化しただけです。これ数万体 の MD 計算ですけども、これ100行ぐらいのプログラムでできます。100行プログラム組むとできちゃうんです。で、
1分もかかってないですね、数十秒、最近のノートパソコンで数十秒でできてしまうんですね。あの100行のプログラムで数十秒でできるだったら皆さんやってみようと思うじゃないですか。その最近のノートパソコン の性能というのはちょっと前の、スーパーコンピューターぐらいの計算能力を持っています。もう最近だと携帯がちょっと前のちょっとっていうか二昔前ぐらいのスパコンぐらいの能力を持ってるわけですね。で目の前にあるのはだからものすごい計算能力を秘めたコンピューターなんですよ。それをそのねえせいぜい YouTube 見るとかニコ動見るとかに使ってるのは悲しいでしょ。だからなんかちょっとプログラムを組んで、あ、なんか気になるなと思った時に、あの幸か不幸かこの世の中は全て微分方程式でできています。これはなんでそういうふうに神様が作ったか僕は分かんないんですけども、あのこの世の全ては微分方程式で支配されているので、逆に言えば微分方程式を解けば全てのことが再現できるんです。こんなことも全部微分方程式じゃないですか。で微分方程式を解くというのは大事なので、ものすごい長いあの知見 の集積が人類にあるわけですね。で普通には手で解けないんですけども、だからこそ数値計算で微分方程式をガリガリ解くわけです。でなのでこの講義を受けた人が、あのこの講義を受けた人がいきなりプログラムを組めるとは思いませんけれども、その世の中は微分方程式できていて、でこれぐらいのプログラムだったら100秒でかけて数十秒で終わってしまうということを分かっていれば、もうちょっとこう将来なんか面白いプログラムを組んでくれたらこの講義をやったあの甲斐があるなという感じがしますね。はい、雑談でした。こういうなんていうのかな、研究で大事なのってどんどん現実逃避することだと思うんですけど、本当に忙しいと現実逃避する時間もなくて、どんどん自分の何かを狭めている気がしますよね。はい、頑張ります。地雷型デバッグの話、その前にですね、皆さんそのバージョン管理システムは絶対使ってると思うんですけど、使ってます？バージョン管理システム聞いたことある人？ある？使ってる人？使ってない？それはダメです。人生の半分損してます。あのバージョン管理システムは絶対に使ってください。ドロップボックスとかでもいいですよ。ドロップボックスとかタイムカプセルとかそういうのでもいいです。とにかく何かしらのバックアップシステムを絶対に使ってください。でここでは一応あのサブバージョンの例にとりますけども、最近だともうドロップボックスとかエヴァーノートでいいんじゃないですかね。ほとんど あのそういうオンラインストレージ機能というのはあのバージョン管理機能ついてますので、エヴァーノートがついてたか覚えてないですけど、ドロップボックスはついてます。であのバージョン管理システムというのはですね、あのファイルの編集履歴を管理するシステムです。で CVS、サブバージョン、Git、マーキュリアル、最近は他にも何かあったかな、まあ、そのあたりが有名です。でファイルの編集履歴をすべて保存するリポジトリというデータベースを持っています。でユーザーはそのリポジトリにアクセスしながらあの開発を行うものです。で、まあ、一言で言ってみれば超優秀な秘書のようなものです。なんか適当なキャラをつけて燃えてください。でどういうことをやるかというとですね、 ありがちなパターンとしてリポジトリとかバージョン管理を使ってなかった場合、まずローカルでコードを開発しますね。それをスパコンなりクラスターにポーンと投げます。で投げてからまあ時間がかかるので、次のステップということでプログラムを書き直すわけですね。あ、動かなかったので機能を修正するというのがあるのか。でスパコン向けにプログラムが動かなかったので修正しますね。でコードを修正してで投げる。で次にスパコンで実行中にそのままあの遊んでるわけにはいかないので、次にプログラムを修正しに行きますね。その時にコード A の存在をうっかり忘れてしまいました。これはすっごくよくあることですっていうか、よくあります僕は。でそれを修正したので、もう一回ちょっとスパコンに投げましょうということで、もう持ってった時に、あ、コード A を上書きしてしまったっていうんで、スパコンで動かないんだけど、あのスパコンで動かすためにどういうことをしたかもう忘れてます。絶対に忘れてます。人間1ヶ月もしたらその修正なんて絶対忘れてますよ。というわけでこの何が大事かというと、その失われたのがコードではなくて時間だということに注目してください。コード A を苦労して動かしたための試行錯誤した時間、これをもう一回繰り返します。それが無駄な時間です。で、これを何とかするちゃんとするのがリポジトリです。どうするかっていうと、すべてのファイルのやり取りをリポジトリ経由でやります。あのこれサブバージョンのあれでやってるんで、ちょっと Git とは違うんですけど、まあ気持ちは似たようなもんだと思ってます。で、コードを開発したのをリポジトリに入れて、スパコンでコードをチェックアウトしますね。あの入れることをあのコミット、持ってくることをチェックアウトと言います。で動かないので、ああ苦労して修正したのにして、コード A というのができます。でその修正をコミットします。コ
こういう修正したよというのをリポジトリ秘書さんに教えるわけですね。僕はこういうことをやりました。で、大事なのは秘書さんに教えて自分は忘れていいんです。で、こうスパコンの修正、まあ、コミットした後に秘書さんに伝えた後に忘れて別の修正をして、よし、こんなことコード B っていうのを書いたよって言うと秘書さんが怒ります。あなたはあのスパコン用にコードを修正しています。で、それに対してその修正をしないで新しいプログラムを書いてしまったので、あの両方がこのままではきちんとあのマージできません。なのでちゃんと修正してくださいというふうにあの言われます。この時にどこがぶつかってるかとか全部教えてくれるので、あ、そうだそうだ、コード A っていうのためには例えばこのインクルードファイルがいるんだとか、この関数は呼べないんだとか思い出して、で直してそれをマージしてもう一回秘書さんに教えます。そうすると、何ができるかというと、コード B という機能を持ってかつスパコンで動くあの新しいコード、コード C ができるわけですね。で、ここで人間の賢さは同じなんです。コード A を作ったときにあのそれを忘れてコード B を書いちゃう、これは絶対あるんです。でも一手間かけてるんですね。秘書さんに教えるという一手間をかけています。そのおかげであのコード A を作るための、修正した時間が無駄になりません。その何を修正したか、どこを修正したかというのを全て秘書さんが覚えています。自分がコード A を作る時の修正を忘れていたとしても、コードとコード A というののディフを取ることができるので、あ、僕はここを修正したということが分かります。なのであのその時間が無駄にならなくて、それであの開発が早くなるわけです。で、やっぱりそのプログラム初心者ってこういうのすごく多いんですね。さっきのデバッグもそうですけど、どんどん時間を無駄にあの費やしているわけです。で、プログラムの上級者というのはあのバージョン管理なり、さっきのデバッグもそうですけど、そういうツールは大事じゃないんです。時間を無駄にしないように前に進んでいくというのが大事だと思いますね。で、バージョン管理システムのまとめですけれども、あのちゃんとコミットしていれば、あの全ての編集履歴が保存されています。で、好きな時点のバージョンをいつでも取ってこれます。なので、ね、あと任意のバージョン間ですね、1ヶ月前と1年前のバージョンを持ってきて、そのディフォートなどが簡単にできます。で、それがどうやってデバッグに役に立つかというのは、次の地雷型デバッグであの講述します。で、複数の環境でコードを開発するということが、例えばスパコンではよく起きます。あの X86 系の石用のコードとか、IBM パワー系のコードとか、スパコン系だったら、コンピューターだったらスパークですね、それ用のデバッグとかチューニングとかってやっぱ違うわけですよ。それをやっていくと絶対混乱しますよ。ディレクトに分けてあの経営コンピューターとか IBM とかやってて、そうすると片方の別のやつをいじったときに片方の直し忘れって絶対起きますけども、バージョン管理システムでちゃんと管理してればそういうことが起きません。で、もう一個大事なことがですね、バックアップの代わりになるということです。あの普通こうやってリモートサーバー、リポジトリサーバーというのは手元のサーバーと違うネットワーク的に違うところに置きます、必ず。そうすると何か自分の手元のディスクが壊れたときに、これがバックアップになるんです。これものすごく大事で、そのためだけにもバージョン管理システムを使う価値があります。で、例えばその毎週1月とか2月になるとですね、絶対に1人あの各選考に1人はですね、提出直前に、就労の提出直前にですね、ディスクを吹っ飛ばす人が絶対に1人います。本当にいますね。なので、うちの研究室っていうか、僕の研究室じゃないですけど、うちの研究室ではあの必ずドロップボックスの中で開発しなさい。そしたら何が起きても大丈夫だ。ドロップボックスに入れとけばね、あの絶対勝手にバックアップ取ってくれますよね。で、まあ、バージョン、あの僕はあのサブバージョンじゃなくて、僕が就労の時は CVS でしたかね、だったのでやりましたけども、あのやっぱり過去でも何でもそうですけど、あの回る部品が一番壊れます。回る部品って最近あのディスク SSD になったりしましたけども、あのそれでもやっぱりでかいストレージはあのハードディスクです。ハードディスクってやっぱ回ります。あとファンですね。ファンってくるくる回るでしょ。ああいう機械部品ってやっぱ壊れるんですね。で、ディスクっていうのは本当消耗品ですからね。あんなものはすぐ壊れるので、壊れると思ってあの対処してください。で、バージョン管理システムを使ってくださいっていうとですね、嫌ですっていう人が結構いるんですけど、何かっていうとやっぱ面倒くさがる人がいますね。修正前にあの最新の情報にアップデートしなきゃいけません。あのどっか自分がコミットしてて、それを忘れて別のサイトでやっちゃうとコンフリクトするので、あの最初にアップデートってやって自分のディレクトリを最新にしなきゃいけないんですね。で、これはドロップボックスは勝手にやってくれますね。最新にしてくれますね。
で、まあ、ワードンとか Git とかはちゃんと自分でやらなきゃいけないんですけど、これあの慣れると習慣になります。端末開いてそうさあやろうって言った時にあの SV サブバージョンだったり SVN アップデートって打つのが、まあ、習慣になるので、それはやっぱり習慣になってしまうと面倒じゃなくなりますね。で、全ての修正をコミットしなきゃいけないっていうのも、これも慣れると習慣になります。あのこういうことやったよ、こういうことやったよっていうことをなるべく細かく秘書さんに教えていかないと意味がありません。まとめて教えるとその分だけあの情報が素になってしまうので、何か修正したらどんどんコミットしで、これも面倒くさいといえば面倒くさいんですけども、これも慣れると習慣になります。そのこれもたまに聞くんですけど、その1時間以上かけて作っていたワードダンディパワーポイントのファイルが飛びましたとか言うわけですね。ダメでしょ。その5分せめて5分に1回はセーブしながら進んでいかなきゃダメですよね。それと同じように、何か修正してコントロール S で保存するのと同じように、僕は何か修正してしたらあのサブバージョンだったらコミット、 Git もそうですね。 Git もコミットってする癖があって、それはもう癖になってしまうので、多分ワードやるときに皆さんコントロール S ってもうよく癖ついてるでしょ。あれと同じです。で、コンフリクト発生したときの対処がめんどくさいっていうのもあるんですけども、これもあのこれ確かにめんどくさいです。あの2つの自分の、大体自分なんですけど、自分がやった修正がぶつかっている。同じところを気づかずに修正しちゃった。でそれをちゃんと、ああ、どうしたかな、どうしたかなって言って、コンフィグしてたのをマージしなきゃいけないんですけど、これ、衝突に気づかず上書きしてしまう方が時間無駄にしますよね。だって、必要だからやったわけなので、その両方の修正は両方人も必要なんですよ。このバージョン管理してなかったら、片方で上書きしちゃうので、もう片方の修正は永遠に失われてしまいます。その時間が、その修正というか、時間が失われてしまうんですね。やっぱりそれも一種の緩慢な自殺だと思いますね。時間を損するというのは緩慢な。人間にとって一番貴重なリソースって時間なんですよ。いかに時間を貴重に使っ、大事に使っていくかというのは、無駄な時間を減らしていくということです。というわけでですね、バージョン管理システムを使うと作業効率が倍以上になります。それは何かをするための速さが倍になるんじゃなくて、何かバージョン管理システムを使ってないと、開発と同じくらい無駄な時間が気づかずに出ています。それがなくなるので、効率が倍以上になる。逆に言えば使わないと人生を半分損してます。いや、マジで。なので、使ってない人は、まあ、せめてドロップボックスかなんか使ってくださいね。修論とか書く人は必ずドロップボックスかでも何でもいいですけど、バックアップを取るようにしてください。地雷型デバッグの、バグのデバッグ方法をお話しします。地雷型バグっていうのはですね、バグを入れた後、しばらくしてから発見されるバグのことですね。で、最初から入ってたんだけども、これまで気づかなかったやつとか、まあ同じことですけど、機能追加時に思わぬところに影響が波及していることが後から分かったやつですね。で、大事なことなんですけども、バグったと思ったときに、いきなりデバッグを始めてはいけません。殺人事件とはちょっとあれだな、なんか絵が殺人事件ですけど、同じで、何か事件が起きたら、まずやらなきゃいけないことは、現場保存です。いきなりデバッグを開始して、あれじゃないかなと思って直して、で、結果が正しくなったっていうのは極めてまずいです。なぜかっていうと、本当にバグが直ったのか、それともバグを応急対処して、応急処置しただけで、本当のバグが生きてるっていうことが、生きてるのかっていうことを、我々区別がつかないからです。なので、最初にやることは現場保全です。で、やることは何かっていうと、まず再現性テストをします。同じ条件を加わしたときに、同じ状態でこけるかっていうことをテストします。これが並列プログラミングだとなんか10回に1遍とか100回に1遍とか落ちるわけなんですけどとかあって嫌なんですけども、少なくともシリアルなプログラムだったらほとんどの場合、同じ入力を加したら同じところでこけてしまくれます。で、よしこけたと思ったらバグを起こしたソース式を保存しなければいけません。これ絶対に保存してください。サブバージョンを使ってるんだったら、タグという機能、 Git でもそうですけどね、タグという機能をつけておきます。で、保存しておきます。まあ、ディレクトリを分けて保存するだけです。で、そこからデバッグに入ります。バグを再現する最低限のコードを切り出して容疑者の限定をしていきます。で、バグったコードは保存しておいてください。サブバージョンを使っているのはタグという機能を使います。 Git だったら何ですかね、ブランチ切っておくんですかね。で、サブバージョンによってタグというのは単にコピーのことです。で、ソース式とバグを起こすための、入力ファイルとジョブスクリプトみたいなのも全部再意識入れておきます。で、デバッグが終了したら、あ、よし、直ったと思ったら消していいです。サブバージョンは消したということも含めて覚えておいてくれるので、後で必要になったら、あ、やっぱりちょうだいって言ったらくれます。
で、保存しておく理由なんですけども、デバッグしたつもりが実は治ってなかったということが結構あります。その複合的なバグになってて、片方を修正したんだけども、実はもっと根元に悪いやつだったとか、バグは治ってなかったんだけども、それを回避、偶然回避しちゃっただけで、バグはまだいたっていうのがよくあります。で、それってやっぱり病気と同じで、ね、よくないんですね。なんかその本当に内臓とか悪いのになんか肌が荒れてるのをなんかクリームとかで治したみたいなのがよくないですね。で、後で必要になるので、そのバグる原因っていうのはあるといいですね。あと、バグったリストが保存されてると、後で自分でこう見て勉強になります。ああ、自分はこういうバグを入れたんだなって。やってはいけないことは、例えば例を出します。実行したらセグメンテーションフォルトと言われて止まりました。で、やってはいけないことはソースを見ながら原因を探る。プログラマーの初心者はまずこれをやります。そのプログラムのダンプを見ながら、頭の中でトレース実行していくんですね。こうやってこう来て、こう来て、こう来て、あれバグないはずだなって。これ頭の中でトレース実行してデバッグできたら、その人は天才だと思いますね。いるんですよ、天才って。僕の友達に結構すごいのがいてですね、なんかインチキプログラマーって、なんか大体友人にハッカーいるもんですけど、僕もインチキプログラマーだからいるんですね。で、その人はやっぱ頭の中で全部ソースとバーチャルマシンが入ってですね、で、バーってプログラム組んで疲れたって寝て、寝てる時に仮想実行するんですね、頭の中で。そうすると、あ、バグったって起きてですね、そのプログラムを直しに行く、そういう、それは金子さんじゃないんですけど、今アメリカのシリコンバレーのカリフォルニアでプログラマーやってますけど、そういう天才はやってもいいですけど、そうじゃない人はダメです。で、やるべきことは、まずどこで止まったかを調べてください。さっきも言いましたけど、こういうのを人外っていうんですね、人にあらず。もう一つ言っておくと、その人外と勝負しちゃダメです。そういうすごい人と真っ向勝負したって勝てやしないんでですね、我々は違うところで勝負するわけですね、一般人の方は。何の話でしたっけ？どこで止まったかを調べてください。で、プリント文による二部探索をしてください。GDB 使える人は GDB 使ってください。でも、まあ、基本はプリント文による二部探索がいいですね。最初と最後と真ん中にプリント文を置いておいて、どこで止まったかを調べていきます。これ二部探索だから、ログで情報を探索できるので、めちゃめちゃ早いです。で、上記を繰り返してバグの発生箇所を特定します。で、大事なことはですね、バグの発生箇所とバグを入れた場所は一般に違います。バグが顕在化する場所と入れた場所は違うんですね。で、例えばこういうプログラムを書きました。N が10ですと。で、配列が10個あります。で、何か、配列を受け取って、インデックスを受け取って、配列のなんか要素を返すというプログラムで、例えば C 言語だったら、要素が10だったら、9までしかここにインデックスに入ってはいけないはずですね。ところがそこに10が入ってきたというバグが来ました。で、そこで配列外参照、配列外参照だって言ってバグるわけですね。で、さて、バグを顕在化したのはここですけども、バグを入れた場所というのはこのインデックスに10を入れた場所です。で、それをバーッと探さなきゃいけないんですけど、これもやっぱりプリント文デバッグで探すんですね。僕はアサートを使う派ですけども、プリント文でもいいです。で、アサートっていうのは何かっていうと、インデックスというのは必ずどこでもかしこでも N よりも真に小さくなければいけないという条件をわーって入れていくと、アサートに引っかかったときに I というのは10より小さくなきゃいけないのに10があったからあったよって言って、プログラムが行数とともに出てくれます。これによってバグがどこで入ったかというのが分かる。で、実際に僕が入れたバグですけども、なんかある乱数を与えられた整数 N に対して0から n-1 までの数字をランダムに返す関数が欲しかったんですね。それで C 言語にある標準のランド、これはあんまり良くないんですけども、普通はメルセデスは使いますけども、そのスパコンってちゃんとした最新のライブラリがないこともあるので、こういうのは使うこともあるんですよって言い訳して、で、このランドっていうのはですね、0からランドマックスまでの整数を返す関数です。で、ランドマックスって21億ぐらいですかね、21億4748万3647までの数字を返してくれます。で、それをダブル、フローティングにダブルにキャストして、割れば0から1までの実数が出てきますね。で、0以上1未満の数字になるので、それに N をかけて、小数点以下切り捨てすると、0から9までの乱数を返すって思うじゃないですか。思いませんか。で、ところがですね、ランドっていうのは最高でランドマックスを返すわけですね。
その21億4748万分の1の確率でランドマックスを返すわけです。ランドマックスが返ってきたときにはそれをランドマックスで割ったらちょうど1になるでしょ。その1に N をかけるんだから N、つまり10になりますよね。10は切り捨てたって10です。というわけでインデックスに10が返ってきてしまったんです。なのでこれ普通に使ってると0から9まで10分の1の確率でわーって出るんですけども、21億分の1の確率で10が返ってきて、それでバグる。そのよくありがちなパターンなんですけども、この種のバグに最初から思い描いて、あ、これ21億分の1の分の1でバグるなっていうのは慣れてればそうですけど、知らないで思い至ることができる人はやっぱ天才だと思いますね。やっぱこういうバグは入れてしまうので、大事なことは入れたと思った時に仮想実行、仮想実行って21億回やらないと出てこないから無理ですよね。ちゃんと自分の頭を使わずにデバッグをしていくというのが大事です。問題の切り分けとバージョン管理、さっきの地雷型バグ のデバッグとバージョン管理システムの連携です。で、機能を追加したときにバグりましたといったときに、その機能を追加したことによるバグなのか、過去に入れていたバグがその機能によって顕在化したのか、その2種類があります。で、それをどっちか分かんない状態だと容疑者は全てソース全てにわたってしまうので、容疑者はどっちかに限定しなければいけません。例えば圧力測定ルーチンを追加したらエネルギーが発散した、おかしいですよね。測定してるだけなのに、エネルギー物理が変わるのはおかしいですね。そこでどうするかっていうと、これは圧力測定ルーチンのせいなのか、それとも圧力測定のために新しい入力を作ったわけですけども、その入力のせいなのか、つまりもともとバグっていたかのをチェックしなければいけません。バージョン管理してれば簡単ですね。圧力追加前のソースコードを持ってきて、インプット B を食わしてみればいいんです。それでバグってくれれば、あ、圧力測定ルーチンではなくてもともとあったバグだったということで、容疑者が圧力測定ルーチンが容疑者から外れます。で、もっと嬉しいのは、それでバグんなければ圧力測定ルーチンがバグだったということで、そっちの方が容疑者少ないですから、というわけで容疑者の切り分けがすぐにできますね。で、昔入れたバグほどデバッグがやっぱ困難になりますね。1週間、1ヶ月前はもう絶対にその忘れてます。こんぐらいの年になると3日前も忘れてますね。で、修正内容忘れてるんで。で、バージョン管理していればそのリビジョン、サブバージョンはリビジョンっていうので管理しますけど、1,2,3,4,5 とバージョンが上がってきます。コミットするたびに。で、何かリビジョン5でバグったといったときに、バグ発覚したので、どこでバグった、本当にバグったのかっていうのを遡っていきます。そうすると、リビジョン2までは動いてたということが分かりました。リビジョン2までは動いてたんだけど、リビジョン3でバグりました。ということが分かったので、で、ここで何が起きるかっていうと、まずリビジョン4と5で修正した修正はバグに寄与してないということがすぐに分かりますね。あと、リビジョン2以下でやった修正というのはバグに寄与してないというのがすぐ分かるので、容疑者がリビジョン2と3の間にいることがすぐに分かってしまう。さっきのプリント分デバッグと一緒ですね。それで、その2つをリフを取ればどこが原因かがすぐに分かるんですね。これだって大きなプログラムとかあって数千行とか1万行とか行くでしょ。その1万行のソースコードを全部自分でチェックするの絶対無理ですよ。絶対無理ですよ。天才じゃなきゃ無理です。でもリビジョン2とリビジョン3っていうのはそのバージョンのコミットする頻度にもよりますけど、大体僕は数十行とか下手すると数行書いた時点でコミットしてますので、隣にあるリビジョン間のソースのディフっていうのは数行しかありません。その数行を見て、あ、ここがバグってるって思うのは一般人にも可能です。逸脱してない方ね。で、というわけでバージョン管理システムっていうのはタイムマシンですね。ドラえもんよりも優秀です。デバッグのまとめ、バグったら再現するコードを保存する。まあ、現場保全ですね。で、いつバグが混入したかを確認する。で、これが砦になります。で、バグに関係のないルーチンというのを削除していく。問題の切り分け。さっきだとここまでは大丈夫っていうやつですね。で、プリント分、アサート分デバッグの大事なことは頭を使わないっていうことです。そのデバッグするっていうことは、大体機能を追加した後にバグが発覚するので、疲れてます。疲れてる頭で何しても無理です。デバッグは頭を使わないことが大事です。とにかく確実な方法、アホな方法でやっていくのが大事です。で、繰り返しになりますけども、デバッグというのは、ここまでは大丈夫という砦を築いていく作業です。で、これを聞いた80人ぐらい登録する人がいるらしいですけども、その人のうちの数人でもバージョン管理システムを新たに使ったら、その人たちの合計 の無駄な時間が1000時間減るでしょうということで、この講義の目的を果たしました。
で、この講義のバリューはもう今週来週のうちの、バリューはほとんどこれで終わっちゃったんですけど、あとはあの雑談みたいなものです。ソース公開のする。大学にいるので、なんかいろんなプロジェクトに参加するということがよくあると思いますね。で、偉い先生がですね、なんかプロジェクトを提案して予算を取ってくるわけですね。偉い先生ってやっぱり予算を獲得するのがうまいって、うまいから偉くなるわけなんですけども、なんか素晴らしい申請書を書いて予算を獲得してくるわけですね。あ、よし取ったっていうんで、課金費だかなんとか、なんかなんとかなんか分かんないですけど、それでポストコを雇ってプログラムを書くわけですよ。で、こういうことを やったら素晴らしいですっていうのを書いて、ポストコを雇ってそのプログラムを書くわけです、その通りのこと。で、何が起きるかっていうと、プロジェクト終了後、プロジェクト終了するとそのポストコもう雇えませんので、で、プログラムの開発がストップします。で、そのまま誰にも使われずに朽ちていくということが起きます。すごいたくさん起きて。なんでそうなるかってことなんですけども、プログラムは子供と一緒です。僕もその、今、4歳と1歳の子供がいて、すごい大変なんですけども、やっぱその、生き物っていうのは、その、愛情を与えてないと死んでしまうんですよね。で、プログラムのメンテっていうのは、やっぱり開発者としての愛着が必要です。絶対に必要です。その、予算ありきでプログラムを作ると、絶対に愛着が湧きません。なんでかっていうと、予算が来なかったらそのプログラム作んなかったってことでしょ。それは本当に必要なものじゃないんです。作れたらいいなってやつ。絶対に必要なプログラムっていうのは、予算が来ようが来まいが絶対組んでるはずなんですよ、自分で。それを加速するために予算を取ってくることだと。というわけで、プロジェクトでソフトウェアを作ると大体死にます。本当に死にます。そういった墓標が世の中にたくさんあります。で、これをどうにかできないかっていうのは僕ずっと考えていて、で、その一つの解としては、やっぱり予算を取ってプログラムを作るっていうのはやっぱり良くないってですね。その最初から予算があろうがなかろうが作っているプログラムを予算を取って支援するというのがもう一つ大事です。で、もう一つ大事なのは、開発段階からソースを公開するというのが極めて大事ですね。で、ソースを公開するかってことは、なんでソースを公開しなければいけないかってことなんですけども、ソースが非公開だと、そのプログラムは当然なことながらブラックボックスになります。ブラックボックスのプログラムは安定してなければいけません。安定しているというのは落ちないことではありません。物理のプログラムというのは、物理って近似の学問ですから、必ず有効範囲があります。適用範囲というのがあります。で、その適用範囲を超えた入力が来たときに、これは自分のプログラムの適用範囲だといって落ちなければいけません。これはダメですと拒否しなきゃいけない。で、そうしないで適用範囲外、本当はその近似の範囲外なんだけども、その禁止を使って何か間違った結果を出しちゃうというのが一番困るんですね。で、もう一つ、マニュアルが整理されてなければダメです。だってソース公開されてなかったら、もうマニュアルだけが頼りですよね。で、開発が止まった時がプログラムの死ぬ時です。これは絶対死にます。で、オープンソースだと、ユーザーが必要な時に自分で機能変更ができます。で、これやっぱそのプログラムを公開してるとですね、これなんとかしてくれっていうのがたまに来ます。来た時にソース自分で直してねと言えます。で、そのブラックボックスだとやっぱりその直せませんとしか言いようがないので、ソース公開してたら自分でやれって言えばいいんですよ。で、質問があった時にソース読めと言えますね。で、もう一つ大事なのはですね、開発が止まっても別の人が開発を引き継ぐ可能性があります。僕はこれが一番大事だと思います。例えばそのプログラムを丸々必要だっていうことはないことが多くてですね、そのプログラムが実現している何かの機能を使いたいということが多くて、その参考のために見るというのがよくあることです。で、僕が昔あった例では、Windows の DOS 窓ってすごい使いづらかった、今でも多分使いづらいんだと思うんですが、使いづらかったので、プログラムの標準出力とか入力を DOS 窓経由でやるとすごく大変だったので、それをパイプという処理で自分で乗っ取って、DOS 窓をエミュレートするというプログラムを組みました。で、そうすると DOS 窓を使わなくてもプログラムを実行して、その結果がちゃんと Windows でそのまま DOS 窓を開かずに返ってくるというプログラムを組んだんですけど、それが Windows95 で開発したんですけども、Windows NT になって動かなくなったんですね、後ろの仕様が変わって。で、その時に似たようなプログラムを組んでいる人がソースを公開してくださってたので、そのソースを見に行って、そのパイプの処理の NT 版というのをちゃんと見て、それを取り込むことができました。オンラインソースソフトのオープンソースソフトウェアというのは、そうやってその自分自身の遺伝子の一部をどんどん他のところが組み込んでいくわけですね。それがオープンソースの文化だと思っています。もう一つ大事なことがですね、公開するつもりで書くとプログラムがきれいになります。
これ自分しか見ないと思ってるとプログラムめっちゃ汚いですけど、これ他人が見るかもしれないと思ったら、例えば変数をなんだろうな、ローマ字で変数とか書くの嫌でしょ。ちゃんとバリアブルって書こうかなと思うじゃないですか。そういうのって周り巡り巡って自分のためになりますからね。でソース公開はやっぱ難しいですね。偉い先生が大体反対しますね。最近ようやく偉い先生が反対しなくなったんですけど、それはその反対するような偉い先生が引退して、そのこういうマインドの先生がだんだん増えてきたからだと思うんですけども、やっぱりそのソース公開って僕文化だと思いますね。そのマインドの問題なんですよ。だからその公開したくないっていう人に公開してくださいっていうのは無理です。なので最初から公開しましょうねっていう人だけで集まってソフトを組むというのがすごく大事なことです。まあそのいろいろ言い訳をいただいて言うんですけど、ノウハウがどうとか技術がどうとか、僕が最近思うのはこれはちゃんとした原因ではありません。言い訳を言ってるだけです。そもそも公開するというマインドがないんです。なので、何かその理由を言うので、そのいえ技術のノウハウなっていうのカウンターの説明を言うのは無意味ですね。で公開が恥ずかしい、これはよくありますね。自分のプログラムは拙いので公開するのが恥ずかしい。でもそれはやっぱり公開して恥ずかしくないようなプログラムを組むように努力するというのが大事なんじゃないですかね。小説でも何でもそうだと思いますけど、やっぱその何か書いてうまくなるまで頑張ってから後で公開しようっていうような人は大体そのプロになれずに消えていくわけですね。その下手だと言われてるのを批評を恐れずにネットに流して批評を恐れずに受けてポリッシュしていく人はやっぱりプロとして残るんじゃないでしょうか。僕は小説書いたことないと思います。でさっきも言いましたけども、公開するためには最初からソースを公開すると宣言して賛同する人だけでプログラムを組む。大事に、もっと理想的に言えばプログラムを公開しながら、開発段階から公開しながら開発していくというのが大事だと思います。で公開場所としてやっぱり大学のサーバーは絶対ダメです。そのましてその年限付きのプロジェクトサーバーっていうのはダメですね。僕最近その普通自分の研究以外でですね、その国のソフトウェアプロジェクトはなんで失敗するのかっていうのに興味を持って調べてるんですね。これ録画されてるので何が失敗かとは言いませんけども、いくつも何百億とかけて和製なんとかを作りましょうっていうソフトウェア、言ったも同然ですけど、なんかソフトを作ろうとするわけですね。であれどうなったかなと思って調べると、そのプロジェクト名ドットなんとかっていうドットコムだかドット JP だかっていうのはもうないんですね。その開発期間の時だけこうそのドメインが保持されていて、でそのドメインに行くとドメインが売りに出されてますとか、下手するとなんか18禁なソフトに乗っ取られてたりして、これまだ省庁からリンク貼られてんだけどいいのかなとか思ったりするんですけど、そのやっぱりドメインを年限付きのプロジェクトでドメインを取るっていうのはもう永続的にそのソフトウェアなりサービスを公開し続ける意思がないということです。だから永続的にまだ大学の方がいいですね。大学ってのは基本的には永続的に存在するものだと思ってるので、そこのディレクトリにぶら下げるっていうのはまだいいですけども、それもやっぱり良くなくて、なんでかというとやっぱり開発者って移動してしまうことが多いので、僕も今2回職を変えましたけども、で多分もう1回職を変えなきゃいけないので、なので、職を変えたらドメインが変わるので、それはやっぱり良くないですね。というわけでソースコードリポジトリホスティングサービスを使うのがおすすめです。 sourceforge.net sourceforge.jp 名前が最近変わったんですけどね、 OSDN という名前が変わりました。あとは GitHub、 あと知り合いがなんかビットバケットを強く押してましたね。そういうのがあります。でソース公開がどうしても難しい場合は Google サイトとかなんか何でもいいです。 Yahoo ブログでも何でもいいので、なるべく大学には置かないというのが大事です。それでソースフォージ .net の例です。これ僕が開発した分子取り加工コードですけども、MDACP という名前のプログラムを組んだので mdacp.sourceforge.net という URL がもらえます、タダで。でそこに、適当にURL 案にウェブサイトを作って、あとは勝手にダウンロードカウンターとかできるので、何人がダウンロードしたとかそういうこともできるし、さっき のサブバージョンとか Git とかいうのも無料で使えます。なので大学にサーバーがないという人にもこれを使って開発することができます。で
日本語版というのがあってですね、sourceforge.jp って言ったんですけど、最近名前が OSDN に変わりました。で、僕はそこにあの量子計算シミュレーターである QCAD であるとか、あと迷路作成ソフトなんかもここにアップロードしてるんですけども、まあ、同様にウェブサイトも自由に編集できるし、リーキもあるし、バグトラックシステムもあるし、フォーラム、メーリングリスト、何でもあります。で、やっぱダウンロード統計重要ですね。あのどれだけダウンロードされたかって、やっぱり作ったからには、予算で作ったからには何か言わなきゃいけないことが多いので。で、僕はあの、SourceForgeJP の方が、あのちょっとあのウェブインターフェースが違ってて、こっちの OSDN か、OSDN の方が使いやすいです。で、GitHub の例ですけども、あのこれはあの GitHub にソースコードをいくつか置いています。で、ソースコードを置いたらですね、これは素晴らしいと思ったら、そのいいねがついたりするんですね。最近何でもいいねで困っちゃうんですけど、Twitter だったらファブですか、Facebook だったらいいねで、これだったらスターっていうのがあって星がつけることができる。そういった SNS の機能を持っています。で、ソースが色付けで公開されたりするので、表示されたりするので、あのプロジェクトソフトウェアそのものとしてまとまったものではないけれども、これは有用だろうと思われるプログラム、例えばモンテカルロのサンプルとかですね、あの Windows ビットマップを吐くサンプルとか、そういうのはここに挙げるようにしています。まあ、その方が皆さんあのコピーしてダウンロードしたりするというのが楽なので、こっちに公開した方が TarGZ であの、大学に置くよりも有用ですね。で、ソース公開のまとめです。アカデミアで開発されたテストあのソフトウェアっていうのはソース公開しないと死にます。もうほぼ 100% 死にます。その死んでないのはあのアカデミアで公開したものではなくて、個人が開発したものに対してアカデミアは相乗りしたものだけです。アカデミアで開発しようと思って予算がついて開発したものは死にます。で、プロジェクトでソフトウェアを作ると大体うまくいかんのですね。なので、うまくいくのはもともと作って公開するつもりだった、もしくは公開していたプログラムを何らかの形で支援することです。プログラムの支援とは何か、それは公開場所を提供することではありません。ましてマンパワーを提供することではありません。開発者がプログラマーとして生きていくこと、プログラマーとして集中すること、これを仕事として認めることです。プログラム開発というのはなんか二次的な仕事ではなくて、それそのものが大事なのであるとみんなが思うことです。今日のまとめ、バージョン管理システムを使いましょう。これ絶対使ってください。これ絶対使ってくださいね。あの大事なことだから二度言いましたけども、あのどうしてもめんどくさいっていう場合には、まあ、オンラインやあのバックアップシステム、あの Mac だったらタイムカプセル、他になったら、何でしたっけ、なんかそういう系のを使ってください。で、デバッグのコストを意識してください。自分が今プログラムを組んでいるときに、これはデバッグなのか開発なのかっていうのは明確に分けた方がいいんです。で、自分があれデバッグばっかしてるなと思ったら、それは開発そのものが間違っています。あの反省してもう一度自分はデバッグをしないプログラミングをしてください。そうすると結果として桁で速いプログラマーになれるかもしれません。補助はしませんよ。で、ソースはなるべく公開するようにしてください。これもやっぱりそのやっぱ文化だと思いますね。その開発に費やしたコスト、自分がやっぱり詰まったところがあるわけですよ。その Windows NT の開発した人も、そのやっぱり自分がそこで詰まったから公開しようと思ったんだと思うんですね。そのおかげで僕が同じ時間費やすのを防ぐことができたので、間接的に人間のやっぱり寿命を伸ばしているわけです。そういった知見の公開というのはやっぱりそのさっきの緩慢な殺人の逆で、そのやっぱり得の高い行為だと僕は思いますけどね。というわけで、今日は、こんなあの時間を節約しましょうというライフハック的な話をしました。次回は高速化とかチューニング化とか、もうちょっとなんかそれっぽい話をします。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。